ぱり、ね、木下さんね、はい、その攻め自分が攻めれるとかいけるっていうのをちょっと見せたかったのかもしれないんですけど、いくらあの入れさんでもよ、さすがに天敗。日テレプラスマージャンリーグプレゼンツ、ヤングマスターズへの道。TS 日テレプラスがお届けしているマージャン番組、天守速攻のセイラーズリーグ、高台一戦のパイレーツリーグ、2つに分かれてしのぎを削るリーグ戦がヤングマスターズペナントレースですが、今回はそのスピンオフ企画、対局プロにその極意を教えてもらおうというのがこのヤングマスターズへの道でございます。今回教えていただく講師はセリーグ代表白鳥翔プロです。よろしくお願いします。お願いします。さあ今回は誰をちょっと切っていくんですか。はい、ですね、はい、若手ですね。はいはい、あのまあ、若手の方があれですもんね、言いやすいですもんね。言いやすい、そう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 、言いやすいのもあるし、はいはいはい、あと僕ちょっと若手の目積みたいがちなんで、性格悪いですね、はい、積みたいがちなんで、はいはいはい、木下プロ、はいはい、これ新人さんなんですけど、はいはい、僕はね、正直めちゃくちゃセンスあるなと思ってんですよ、木下さん。はいはい、強いんですよ、麻雀も、はい、本当に強い、うん、あと牌を打つ姿も、はい、牌さばきも綺麗だし、はいはい、だと思ってるんですけど、はい、ちょっとねこれはどうかなっていうのをありますか、はい、見つけたんでぜひ見ていただきたいんですけどはいはい、はい、これがパリーグ2回戦の、うん、トン3局で、木下さんが親番なんですけど、はい、今現状仕掛けなし、はい、でイーシャンテンから、うんうん、ここでね、はい、ウーピン切りっていうのをまず選択したんですよ。木下さん危険度も考えてウーピンから先に来たんですね、うん、こういうのも非常に柔軟な一段だと思うんですよ。でこのウーピン切った後なんですよね、はい、高宮さんの手が進んでピンズの本通、はい、で井出さんは満前で寄ってると、はいはい、そうなんですよね、そこもありますね。でここでね、はい、菊田さんもいいシャンテンで、はい、でここね進んでいくんですけど、このトーンを井出さんがポンして、はい、結構、まあ、まだ遠い本一なんですけど打点もあると、はい、そしたらねここからね菊田さんからリーチが入るんですね、はい、来ましたね、はいはい、普段よりリーチが入って、うん、木下さんここでリャンマンを切るんですよ、うん、1回、うん、3番ちょっと切りづらいなと思ったんですよね、はい、うん、でイーピンから行く人とか、あ3番というか、まあ、イーピンか、はいはい、イーピンも切りづらいなと思って、はいはい、そう切ったらこれがね、なんとね、はい、井出康平がね、はい、テンパ言えるんですよ、はい、うまいこと、はいはい、で、これ明らかにまあ本一じゃないですか、はいはい、でここで木下さんチーピンポンしてポンできて E ピンは勝負するんですよ、はい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 、でこのリアンスソーで親番で一応これ2900のテンパイを入れると、はいはい、入れました、はいはい、でここまでの、はい、僕のこう、まあ、見立てというか、はいはいはい、ではリアンマン切りもところも、うん、まあ、例えば千里さんとかだったら一直線に多分 E ピンとか切ってるんですよね、まあ、攻め型の人は、うんうん、はい、で、はい、リアンマン切りっていうのは結構そのバランス、はい、あ僕結構取ったなって感じに思ってて、はいはい、菊田さんに対していいスーピンが危ないから、はい、リャンマンを先に切っておく、はい、それプラス、はい、トイメンの井出さんのマンズの本一に対しても先にリャンマンを切れるっていうので、うん、リャンマンを切って、はいはい、まあ、これ結構いいピン切りたくなっちゃうんですけど、はいはい、リャンマンって結構柔軟だなっていうふうに思ったんですよね、はいはい、で今度はチーピンが出たんで、はい、切り返してポンして、うん、E ピン勝負、はいはい、これも僕ね2900のテンパイ取った方がいいと思うんですね。おうおうおう、問題はねこの後なんですよ、あこの後、はい、はいはい、これ結果がどうなったかっていうと、一応、うん、ここまではね僕は、はい、いいなと思って、うん、でテンパイ入れるんですけど、はい、高宮さんこれはねインズのやつだけど打たずに、はい、でも井出さんも当然サンフーロして、うんうん、かなりヤバそうだぞというところで、木下さんここで引いたローマンを、はいはい、ちょっと考えるんですけど、はいはい、これね、打ったんですよね、打ちましたね、はい、でこれはね、はい、井出さんのねこれ頭跳ね、はい、いわゆるこう、はい、菊田さんにも当たりの入ったと思うんですけど、はいはいはい、ローマンを打ち抜いて方中になったと、はいはい、でこれはね、はい、僕はね攻めすぎだなと思ったんですよね、攻めすぎ、はい、このローマンって明らかにマンズの本一の井出さんがいて、いますね、はい、でしかも薬杯ポン、うん、リャンマンを両面でチーして、うん、イーマンをポンしてみたいな状況だったんで、うん、はいはい、これってすごくマンズの5から9が
めちゃくちゃ危なく見えません、はい、だってまあまあ上の方がそうですね、マンズの下を全部処理してて、うんはいはいはい、でアキレガニリーチに対してここまで仕掛け返してるってことは、うん、井出さんもいくらあの井出さんでもよ、さすがにテンパイ、まあ、もうこれはテンパってるでしょ、さすがにテンパイでしょ、いやリーチに対してここまで来て、うん、そうね、そうね、さすがにここテンパってないことないでしょ、うん、この4枚、はい、って考えると、うん、菊田さんにも通ってない、ヒューマンも通ってないし、サブローマンも通ってない、はい、両無筋の、はいはい、井出さんにも超危険牌で、このローマンっていうのは、はい、この局面の中で一番の危険牌なんですよ、うん、何が一番論って言われそうですかって言われたら、はい、もう真っ先にローマンって言えるぐらいのこれ多分効果なんですね。あ、なるほど、うん、でもねやっぱり、ね、木下さんね、はい、その攻め、自分が攻めれるとかいけるっていうのをちょっと見せたかったのかもしれないんですけど、これはちょっとバランス崩しちゃったかなと僕は思ったんですよね。これじゃあ白鳥プロだったらこのローマンを持ってきた時点で、はい、例えば三層とか確たる安全牌がなかったとしても何か違う牌を選びます、ね、ローマン以外を絶対選びます、はい、っていうぐらいローマンってもう危ないんで、まあでも僕は木下さんは悪くないと思います